橋弁慶。始まり始まり。舞台は京都の五条大橋。強くて有名な僧侶の弁慶は、夜更けに刀で人を襲う牛若丸という少年を待ち構えていた。二人は橋の上で激しい戦いを繰り広げるが、その結末はいかに？ここにいるのは武蔵坊弁慶。夜更けになると京都の五条大橋では通りがかる人に木立で襲いかかる少年が出るという噂を聞きつけた。自分ほどの男がこの噂を聞いて逃げてしまっては不本意だ。よし、今夜退治してやろう。と、その時を今か今かと待っていた。昼はにぎやかな京都も、夜になると秋の風が強く吹く。さて牛若丸は、今夜も五条大橋にやってきて、どんどんと橋を踏み鳴らして、通る人を待ち受ける。一方で弁慶、得意の大なぎなたをぐっと背中に担ぎ、橋板を荒々しく踏み鳴らして、遠くの方をきっと鋭くにらみつけた。すると弁慶は橋の上に薄絹をかぶった女の姿を見つけた。牛若丸は弁慶をからかってやろうと、なぎなたの塚をポンと蹴り上げた。それを受けた弁慶は、この愚か者め、痛い目を見せてやろう、と、なぎなたをぐっと握り直して切りかかった。しかし牛若丸は腰の短い刀を抜き放ち、自在な太刀さばきで剛腕の弁慶をかわした。さすがの弁慶も受けきれず、飛びのいて、危ないところだった、とヒヤッとした。偉そうなやつめ、と弁慶は走りかかって激しく切り払ったが、牛若丸はさっと飛んでかわした。弁慶が足元を振り払えば、牛若丸は飛び上がり、空中を振り払えば地べたを張ってくぐり抜ける。そうしているうちに、弁慶は牛若丸にとうとうなぎなたを落とされてしまった。素手でつかみかかろうとしても近づくこともできない。どうしようもなくて、弁慶は一体何という子供なのだ、と呆然と立ち尽くした。信じられない強さだ。あなた様はなぜこれほどまでにお強いのですか、と聞くと、僕は源氏の御曹司牛若丸だ。お前は何者だ。私は僧侶の弁慶でございます、と名乗り、弁慶は、降参です、どうかお許しくださいませ、と牛若丸にお詫びした。それならば、今から僕とお前は主人と家来の関係だ、と牛若丸は言い、こうして二人は固い約束を交わした。おしまい。